歩行者専用道路。歩行者専用道路は、歩行者による移動の安全性確保や、スポーツ、ジョギングなど、レクリエーション、散歩などとして、道路の全部を歩行者だけで利用することを目的とした道路である。歩行者道ともいう。なお、日本では、歩行者天国、歩行者用道路と呼ばれるものが存在するが、法律的には口述するように歩行者専用道路とは、 異なる意味合いを持つ。日本において、前述の用語の定義及び法的位置づけは、法令によって異なる。道路法の歩行者専用道路は、道路全体が歩行者専用道路として指定されるか、または道路延長方向の一部分であって、その他の道路の部分とは構造的に分離されているもの、独立した道が指定される。また、歩行者専用道路を、 共用開始しようとする場合には、そこが道路、または道路の部分として、未共用である必要がある。歩行者専用道路の車両による通行は、道路法第48条の15第3項により、禁止される。一方、道路交通法の、歩行者用道路、歩行者専用は、通常は道路全体を、歩行者専用として、歩行者以外の車両を、 通行禁止とする規制であり、いわゆる歩行者天国に相当するものや、住宅街の道路などで通行禁止規制を行うものが存在する。道路法による場合とは異なり、規制対象の車両や規制日時を限定して規制されることもある。歩行者用道路、歩行者天国、歩行者専用となる交通規制がある道路においては、歩行者の対面、右側交通規務、 歩道を等通行義務、横断の方法、または禁止に関する規制は全て適用除外とる。すなわち、通常は車両が走るところの道路の中央より部分を歩行者が好きに通行したり横断したりできる。歩行者専用となる交通規制がある道路において車両が特別な通行許可を受けまたはその規制の対象から除外されている場合で通行する場合には 特に歩行者に注意して助行しなければならない、歩行者絶対優先。なお、道路交通法や道路構造例の歩道は、道路の部分であって、遠赤線または柵その他これに類する、工作物により区画されたものであり、道路の他の部分、車道などと一体のものとして割れるものである。詳細は、歩道の項を参照。自動車運転手唱行為処罰法。 平成25年11月27日法律第86号の施行により、自動車、原動機着付自転車を運転し、歩行者専用道路の規制に故意に違反して、交通事故を起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪、通行禁止道路運転として、最長で20年以下の懲役、過重により、最長30年以下に処され、また運転免許は、 基礎点数45から62点により、免許取り消し、結核期間後から8年の行政処分を受けることとなっている。国土交通省が所管する事業として、都市におけるモータリゼーションの進展に伴う交通事故、交通公害等から歩行者や自転車の安全を図るとともに、市民の生活環境の改善に資するため、季節の街路歩道と合わせて、 安全、快適な歩行者空間のネットワークを形成する、要、歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路を含む、を、計画、設置する事業を。歩行者の安全と生活環境の整備改善上件給度の高い歩行者専用道、自転車歩行者専用道を含む、で、5年後の歩行者、自転車を含む、の交通量が500人、日以上のもの。 事業費が5億円以上のものといった基準の全てに該当するものが対象。歩行者専用道の整備に要する費用のうち、用地保証費及び工事費を補助対象としている。また、舗装や利便施設、休憩施設等の付帯施設は安全、快適で魅力ある歩行空間の創造に不可欠なものであることから、整備にあたっては特に配慮する必要があるとしている。このため、 補助率は、道路改築に準ずるが、カラー補装や特殊補装等の補装、街路等、植栽等の付帯施設、道路本体及び付属物については、周辺の土地利用、歩行者自転車交通量、福音、景観への配慮の必要性等を勘案の上、全額を補助の対象とする場合がある。日本において歩行者専用道路は、鉄道の配線跡を利用した道路や、 河川の堤防や道路の側面を利用した道路など様々な形で全国的に整備されている。また、ニュータウン等の大規模な開発事業における車不分離施策として計画時から歩行者専用道路として整備された道路、遊歩道もある。歩行者専用325の4の道路標識は道路交通法の規定による歩行者専用道路である。 ことを示すために歩行者専用道路の入り口に必要な場所に設置されるものである。この標識が設置された道路では、歩行者の安全確保と、その円滑を図るため、補助標識に記載された内容に該当するものを除き、車両の通行が禁止されている。標識のデザインは、国際的な統一規格である、国際連合道路標識に基づいたものであり、期限は、ドイツである。 日本のデザインもこの企画に準じたものである。なお、ドイツでは男性と子供ではなく女性と子供というデザインになっている。これは1970年頃に西ドイツのグスタフ・ハイネマン大統領が歩行者専用道路標識は誘拐犯を連想させると、うちで当時使用されていたデザインに関して問題視する発言したことを受けてデザインが変更されたためである。 ラドバーン方式、方式、ラドバーンレイユと、ラドバーンシストムは1929年に入居が開始されたニュージャージー州フェアローンにある住宅地ラドバーン建設の際に導入された歩行者と自動車のアクセスを完全に分けた歩車分離策。一般には車路をクルドサックとして通過交通を抑制し、歩行者は各重戸から学校、公園、 頂点等へ行く場合に、緑地帯である歩行者専用道路を通るように設計がなされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。